塗り色は、韓国鉄道公社の列車種別である。塗り色には、あらゆる世界を走る列車という意味が込められており、2009年6月1日より、運行を開始した。2008年12月に、超高線天安、新島様が、伏線電化されたことに合わせ、カーイルは2009年に20万軽電車を投入し、6月1日より、ソウル、新島様館で、 塗りろとして運行を開始した。運賃は無群ァ号と同じ料金を適用している。20万系電車は日立製作所が4両編成8本32両を受注。韓国からの受注は1974年のソウル地下鉄1号線向けの地下鉄車両以来32年ぶりとなった。また日立は99900系にも電気技術で協力しており、 ムグンファ号と縁が深い。2009年時点では、およそ10年の期間をかけて徐々にムグンファ号を代替していく予定であった。だが、運転の切り替えはごく一部に止まっており、2020年に至っても地方路線の主力列車にはなり得ていない。また、カーイルの政作変更により、運用路線がたびたび変更されている。2021年1月5日時点における、 運行状況は下記の通りである。ありがとうございます。